こんにちは、スタイリストの大山俊です。こちらのチャンネルではファッションが苦手な方や30代40代の男性に向けてファッションの基本を分かりやすく解説していますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。今回のテーマなんですが、僕たち30代40代の男性はどれくらいの価格の服を買うのが適正なのかというテーマでお話をしてみたいと思います。服というのはですね、様々な価格帯があるんですね。もうピラミッドになっていて、上はもうデザイナーズブランドのようなものから、下はですね、島村だとか GU だとかユニクロのようなかなり手軽な価格帯の服があったりするんですね。その中でどのような価格帯の服を選べばいいのかというところ、結構疑問を感じている方が多いのかなと思いますので、今回は解説をしてみたいと思います。まあ、正直ですね、どの価格帯がいいのかっていうのは人それぞれなんですね。かなり予算がある方は高い服を買った方がいいと思いますし、まあ、なかなかですね、そんなにお金がかけられないんだよなっていう方はユニクロだとか GU を活用するのがいいかなと思うんですが、どのような方でも取り入れられるような考え方をですね、今日は少し皆さんにお伝えをしたいなと思っています。まず全体像として話しておきたいのが、高い服と安い服の違いってどういうところにあるのかなというところなんですね。例えばシンプルなシャツであったら、高いものも安いものもそんなに違いって感じないと思うんですね。白シャツは白シャツなので、パッと見でその違いが分かる方ってそこまで多くはないのかなと思うんですね。じゃあ具体的にはどういうところが違ってくるのかと言いますと、まずはデザイン性というところには違いがあるんですね。高いシャツというのはやはりこだわりを持って作られています。デザイン的な小さな違いであったりだとか、ちょっとしたひねりがたくさん加えられていて、やはり繊細にデザインが仕立てられているんですね。一方で安い服というのは大量に売らなくてはいけないので、なるべく多くの方が受け入れやすいようなベーシックなデザインであったりだとか、あまり攻めてないサイズ感であったりだとか、逆にこう分かりやすい装飾だとか、そういったものに走りがちなんですね。デザインの細かな違いだとか繊細さというところは、やはり値段の安いものにはそこまで感じられないですし、そこはあえて狙わないようにしているのかなというふうに僕は感じています。ですので、デザインの違いというところは高いものと安いもので確かに差はあるのかなと思います。ですが、このデザインの差というのは年々埋まってきているのかなと思うんですね。まあ、かつてはですね、高いものと安いもののデザインの差って結構明確だったんですが、最近はもう情報の伝達が早いので、まあ、ある有名なブランドで優れたデザインが出たとしたら、それをどんどん真似していくという流れがあって、すぐにですね、その優れたデザインというものが似たようなもので溢れてしまうんですね。ですので、このデザインの差っていうのは結構縮まってきているのかなと思います。結構有名な高いブランドのデザインがファストファッションなんかで似たようなものが結構溢れてるっていうのは、こういったこう真似しやすい環境というか、情報の伝達が早い現代だからこそ起こり得ることなのかなと思っています。ですので、デザインの違いというのは昔ほどはないのかなというふうに僕は感じています。そして2つ目の違いなんですが、素材の質感の違いというのもあるかなと思います。高い服に使われている素材というのはやはり上質なものが多いんですね。柔らかい光沢感があったりだとか、なんとなく品のいい雰囲気がやっぱり伝わってきたりします。一方で安い服というのは同じように光沢があったりするんですが、見るかなり安っぽいというか不自然な光り方をすることが多いんですね。高いものの光り方と安いものの人工的な光り方ってやっぱり全然違うものなんですね。値段が高くなればなるほど使われている素材が良くなる。一方で安い服にはちょっとですね、品に欠けるような素材を使われていることもあったりします。ただですね、この素材の雰囲気というのも年々差が縮まっているように思います。安い服の素材であっても、パッと見でこれ安っぽいなって感じるもの少なくなっていると思います。例えばユニクロの商品を見て、これ明らかに安っぽいなってものそんなに多くないですね。本当によくできていて、素材の質感も安っぽいという感じはしないんですよ。ですので、こういった素材の質感っていうのも年々こう差が縮まっているというところは、僕自身が感じているところかなと思っています。で、素材っていうのは高ければ高いほどいいっていうものではなくて、高い服の素材っていうのはやはり繊細なので結構取り扱いが大変なんですね。まあ、丁寧に扱わないとすぐに風合いが損なわれたりしますので、そういった繊細さっていうのは結構表裏一体で、安いものの方がガンガン使いやすかったりするので、そこら辺の素材の良し悪しっていうのは正直難しいラインかなとは思っています。ただ価格帯が上がることで素材の見え方だとか雰囲気が変わるよというところは違いとして覚えておくといいかなと思います。そして3つ目なんですが、
価格が上がることで作りがより丁寧に精巧になってきますね。分かりやすいところで言いますと、ファストファッションブランドの中でもパッと見でいやちょっとこれは縫製雑だなって感じるところまだあるんですね。名前は言わないですが、もうちょっとこう縫い目が曲がっていたりだとか、ほつれが出てたりだとか、そういうのが目立つようなブランドも確かに未だにあるんですね。価格が上がってくれば、このような縫製の良さだとか作りの良さというところはやはり明らかに違いが出てくるのかなというふうには思っています。ここの作りの精巧さ、丁寧さというところには違いがあるんですが、やはりここの差というのも年々生まれつつあるのかなと思います。まあ、ユニクロの商品を見ていて、これはちょっと縫製雑だよねとか、縫製良くないよねって感じたことほとんどないです。本当によくできてるんですね。ですのでこの縫製の質っていうのもやはり年々上がってきてるのかなと思います。今情報がどんどん伝達されていくものなので、縫製があんまり良くなかったらやっぱりそれは消費者の方から声が上がると思うんですね。縫製の基準っていうのもどんどん上がっていく、少しずつ改善されていくのかなというふうに思っています。まあ、トータルで見ると価格の差っていうのは昔と比べるとどんどん埋まってきてるのかなと思うんですね。その中で違いがないかというと明確にはあるんですよ。確かに価格の差はあるんですけど、それに気づける人っていうのは大多数ではないかなと思ってるんですね。どういう方が気づくのかというと、高いものも安いものも両方経験してる人、そういう方は見ただけでもなんとなく違い、雰囲気の違いだとかを感じ取ることができるのかなと思います。ただ同じような価格帯、 GU だとかユニクロだとか島村だとか量販店ばかりで買ってる方がいきなり高い服を買ってみても、その良さってなかなか分かんないと思うんですよね。どういう部分にデザインの違いがあるのかだとか、縫製の質の差だとか、素材の違いがどう違うのかだとか、背景のストーリーだとか、ブランドの成り立ちだとか、そういったものを全部理解できないと、その価格の意味っていうのが理解できないんですよ。ですのでたまに高い服を絶対経験した方がいいと、一生に一度でいいのでハイブランドの服を買った方がいいと主張される方もいるんですけども、僕はその意見にはちょっと疑問を持っていて、高いものを清水買いしたところでその価値が分からなかったらただの思い出になるだけで、それがファッションの向上というところにはそんなにつながらないんですね。ものすごい高い服を一着買うんだったら、その予算で今まで買ってた服よりももう少し高い服、ちょっと背伸びしたぐらいの価格帯の服をいろいろと買い揃えて全体を底上げした方が、僕はかえってファッションの向上には役立つのかなと思っています。高い服の価値を分かるにはある程度の経験が必要なので、一気にこうジャンプアップして高いものを買うっていうのは僕はあんまりお勧めしないですね。あんまり高い服を買うと結構ですね、もったいなくて着れないっていうことが起こるんですね。結局はクローゼットの片隅であんまり使わなかったなというまま数年経ってしまったってこと、結構皆さんにも経験があるのかなと思うんですね。あとは逆にですね、高いものとかブランドものの服を買ってそれがめちゃくちゃ気に入って何年も使ってしまうというケースも結構あるんですよ。例えば高いダウンブランドってあるじゃないですか、モンクレールだとか、こういったところのダウンを大切に何年も着てる方いらっしゃるんですよ。多分これもう10年ぐらい着てるなっていう方を見かけることがあるんですね。それは長く着てれば流行も変わりますし、どんどん状態も悪くなっていくわけですよ。ボロボロのモンクレールを着ていてもやっぱりそんなに素敵には見えないわけですね。デザインは良くても清潔感が漂わなかったら台無しなので、あまり高すぎるものを買ってそれに執着してずっと使い続けるっていうのも僕は問題だと思うんですね。ですのであんまりにも高すぎる金額のものを買うというのは僕はお勧めしません。じゃあどういう価格帯の服を買えばいいのかと言いますと、まずは皆さんが普段買っている価格帯、ここを基準としながら、それよりも少し背伸びをした価格帯、ここの服を買ってみるということをお勧めしたいなと思います。例えば普段ユニクロだとか GU だとかこれぐらいの価格帯のものに慣れているのであれば、その一段上、チャオパニックTPだとかグローバルワークだとか、それくらいの価格帯の服にちょっとチャレンジをしてみるといいかなと思います。そこでユニクロとどう違うのか、どのようにデザインの違いがあるのかだとか、どのように気分が変わるのか、それをまずは感じ取ってみるのがいいかなと思うんですね。価格が上がることで意外と僕は差がつくのは自分の気持ちの高揚だと思うんですね。なんとなくいつもと違うものを着てるというような、ちょっとこう気持ちの上がる感じだとか、ちょっとした緊張感、こういったものはすごく大事だと思うんですね。そういう感覚があるからこそ、なんとなく自信を持って過ごせるということがあるかなと思うので、少しずつ価格帯を上げていくっていうことがすごく大事だと思います。一段価格帯が上がることでどういう点が変わっていくのかというところを観察してみることをお勧めしたいなと思っています。あんまり無理して高いものを買いすぎる必要はないんですよ。一段ずつ今の自分の心地のいい金額から少し上げてみる、そしてその気分の高揚だとか違いを感じ取ってみる、その繰り返しで僕は階段を上っていくのが一番いいのかなと思っています。セレクトショップなんか
で買い物してる人だったら、セレクトショップのオリジナルの商品から、セレクトショップの中でも専業ブランドと呼ばれるような、例えばボトムスを専門に作ってますよとか、そういうブランドのものを履いてみるといいと思いますね。例えばセレクトショップのオリジナルのパンツであれば、だいたい 1万2,3 千円ぐらいで買えるんですが、パンツ専門のブランド、インコテックスだとか PT だとか、そういったブランドのものだとやはり3万円ぐらいするんですね。結構背伸びじゃないですか。でも買えない範囲じゃないと思うんですよ。今までの価格帯よりもちょっと2倍ぐらい上がるんだけども、そこを背伸びしてみることで、どういう違いがあるのかっていうのを感じ取ってみる、それぐらいが一番適正なのかなと思います。それぐらいの背伸びであれば 3,4 年ぐらい着ることで、ある程度は元が取れるのかなと思います。あまり長く使いすぎないこと、流行というのはやはり回ってきますので、どんなに長く使っても、もう5年が限界だと思うんですね。5年間使うのであれば、ちょっと背伸びをしてこれぐらい買ってもいいかな、それぐらいの価格帯が僕はちょうどいいのかなというふうに思っています。はい、ということで今回はどれぐらいの価格帯を買えばいいのかっていうことについてお話をしてきました。まとめると、今の自分がよく買っている価格帯の服、それよりも、だいたい基準で言うと 1.5 倍から2倍ぐらいの価格のものを買ってみる、これが一番いいかなと思いますね。少し背伸びをしながら新しいものを買い揃えていく、これぐらいが一番心地がいいのかなと思います。着ていてワクワクすること、ちょっと緊張感があること、これは非常に大事だと思いますね。それがあるからこそ自信を持って堂々と振る舞えたりするので、ぜひ皆さんはいつも通りの価格帯ではなくて、少し背伸びをしながら自分の感覚というのを磨いていただきたいなと思います。そして一段ずつ階段を上っていくと、その小さな違いというところに必ず気づけるようになると思っています。その微差というものに気づいて、それを自分のファッションの中に活かせるようになると、やはりファッションの幅は広がりますし、センスというものが一段ずつ構築できるのかなと思いますので、ユニクロだとか自由だとか島村だとか、もう安くてもいい服はたくさんあります。そういう服だけじゃなくて、背伸びをしながら自分の感覚を磨いていくこと、そして今の自分の年齢に合う服というものを探っていくこと、これをぜひ皆さんにはやっていただきたいなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。これからも役立つファッションの情報をどんどん配信していきますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。